トレースはエクセプションを脱退した後、1974年にリック・バンダー・リンデンによって結成されたオランダのプログレッシブロックトリオである。彼らはエクセプションに戻る前に3枚のアルバムをリリースした。1973年トリニティというタイトルのアルバムをリリースした後、エクセプションの他のメンバーはリック・バンダー・リンデンにバンドを脱退するように頼んだ。当時、 エクセプションはかなり有名だったため、彼らのレコード会社であるフィリップスはバンダーリンデンに新しいバンドを見つける機会を与えた。1974年1月、バンダーリンデンは以前にエクセプションでドラムを演奏していたピーター・ドレイウェイとリハーサルを始めた。バンダーリンデンはドレイウェイをスキル不足だと考えていたため、早々にペアは再び分裂した。 2月になると、ドレーウェは1973年10月にフォーカスを脱退していたピエール・バン・ダーリンデンに交代した。トリオを完成させるため、リックはオランダ最高のベース奏者の一人と考えられていた独学のミュージシャン、ヤープ・バン・エイクにバンドへ参加するよう頼んだ。もともとはエースというバンド名だったが、イギリスのバンドがすでにその名前を商標登録していることがわかり、 名前をトレースに変更しなければならなかった。1974年5月、トリオは最初のシングルであるディジ j ガレスピーのタブのプログレッシブロック版を録音し、理面にオリジナルのプログレスを収録して1974年7月にリリースした。1974年9月9日にはグループと同盟のファーストアルバムをリリース。セカンドアルバム 超人王国は1975年1月1日にリリースされ、後にマリリオンのドラマーとなるイアン・モズレーをフィーチャーしていた。3枚目のアルバム、ホワイト・レディースは1976年にリリースされ、リック・バンダー・リンデンはトランペッターのレイン・バンデン、ブロークを除くエクセプションの元メンバー全員によりサポートされた。1978年に、 バンデン・ブロークが再びグループに加わると、再びエクセプションとして活動するようになった。ありがとうございます。